動中に欲しい情報と、うん、運動前に欲しい情報、運動後に欲しい情報なんて違うわけですよ、はいはいはい、コーチングにもよるんですよね。だからどういうポイントでどこを軸として見てどこを教えるかっていうのが分かってないと、うん、まあ、人と光と動きっていうものが重なる新しいジャンルを作りたいなっていうのは、こんなに素晴らしいものなのに入り口が狭くなっちゃってるんですよ。スマートウォッチも結局明確なアプリケーションが必要で、そうです。もう新しい次世代のスポーツがここで必ず生まれてくるだろうと考えています。でここをですね、こちらはテクノスポーツとなってて、ここの主張を盛り上げていく。なるほど。